ムカデ君のお使い。今日は日曜日。お楽しみ会があります。人形劇や絵本の読み聞かせのお楽しみです。というわけで、亀君は、うさぎさんを誘いにやってきました。こんにちは、うさぎさん。一緒にお楽しみ会へ行こうよ。うさぎさん、うさぎさん。いないのかな、それとも2階かな。亀君は、えっちらおっちらえっちらおっちらと階段を上っていきました。すると、うさぎさんは、なんと熱を出して寝込んでいるではありませんか。うーん、苦しいよ。頭が痛いよ。わっ。うさぎさんすごい熱。今から僕、隣町の動物病院の白熊先生を呼びに行ってくるから。それまで我慢しててね。と、その時、押し入れの戸がスルスルーっと開いて、中からムカデくんが出てきました。ああ、よく寝た。今朝は気持ちがいいなあ。やあ、亀くん、おはよう。あれ。おはようって、ムカデくん、そんなところで何しているの？僕は寝坊すけなので、お楽しみ会へ行くのに遅れるといけないから、夕べからうさぎさんの家に泊めてもらっているんだ。それにしても、今朝はいい気持ち。何のんきなこと言っているんだよ。うさぎさん熱を出して大変なんだから。今から僕、隣町の動物病院の白熊先生を呼びに行ってくるから、うさぎさんのこと頼んだよ。ダメダメ。亀くんがどんなに急いで走っても、僕の足には勝てないよ。だから、僕が白熊先生を呼びに行ってくるよ。そうだね。じゃあ、頼んだよ。任しときな。と、言ったかと思うと、ムカデくんはタタタタタッと階段を素早く降りていきました。遅いなあ。遅い遅い。あれからもう1時間。ムカデくんの足ならもうとっくに帰ってきてもいいはずなのに。うーん。苦しいよ。もう我慢できないよ。しっかりするんだ、うさぎさん。もうそこまでムカデくんが白熊先生を連れて戻ってきているはずだから。そうこうしているうちに、時間は2時間、3時間と経ってしまいました。僕、ちょっと外の様子を見てくるから。うさぎさん、一人で寂しいかもしれないけど我慢しててね。うん。でも早く帰ってきてね。亀くんは、えっちらおっちらえっちらおっちらと階段を降りていきました。するとなんと、玄関のところにムカデくんがいるではありませんか。ムカデくんはまだ靴を履いていました。それから1週間後、うさぎさんはすっかり元気になって、うさぎさん、亀くん、ムカデくんの3人は待ちに待ったお楽しみ会へ行きました。なぜって、3人はとっても仲良しで、とってもうっかり者でした。お楽しみ会が、1週間日がずれていたことを知ったのは、あの日の夕方、白熊先生がやってきてからでした。お、し、ま、